キングバンカー越えるのに200日に越えます。ご飯もよろしくお願いします。仕事をする。ナイスショー。バンカーに入っちゃう。あ、超えた。バイーンって感じ、本当に。全然自分で振ってないから、いつもより。すごい。全然違う感覚が。60ヤード以上多分置いてかれてるよ。すごいわ、本当に。あー、残ったんだけどな。バンカーだ。砂の色が緑、色が緑、落ちどころが転がるから、エッジ、エッジ、エッジの先。あー、エッジの先って言ったもん。あれちょうどいいかも。浮かしたかったら、うん、ちょっと開いてハンドファースト、こうなんかやりすぎかも、ね、こうこうして、うん、開いてちょっとフェースでちょっと見てますか、ここが平行になる、こう上げる、あ、こっちにちょっと上げる、はい、こういう、へえ、ボールの位置ってよりもこうした方がちょっと右に置いて、うん、ここでこう長く、はい、こう滑らすボール、うーん、滑らせるだけだと右飛んでっちゃって、ちょっとローテーションさせて練習しようですこれ。サリーさん、これ何の花ですか？枝と花が合ってたかな。オーデマリ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 と両方。あ、手まりなんだ。オーデマリの方かもしれない。自由自在。股抜きみたいなのもできますか？股抜き、私そこが運動神経悪いんで。可愛い一面もある。可愛い一面。そこが。あ、すごいすごいすごい、足が、いやでもすごいね、簡単に足がもうちょっと言うこと聞かない、足が言うこと聞かない、回してるんですか、右から、右から、自分の傾斜も右から左にはこういう感じで、
くなってきたこのクラブの使い。なんかもうね、コートに落とすだけ、ボン、あとはもうスッて。好きなゴルフ場。好きなゴルフ場、うん、なんかすごい攻めがいのあるゴルフ場。攻めがいのある、はい、ってことは割とトリッキー。トリッキー、結構トリッキーな方が好きなんです。好きなんだ、うん、もう見た目が、うん、はあ、嫌だ嫌だね、トリッキーなのねみんな嫌だ。でもプロはそういうの燃えるらしいですよ刻む鉄塔狙い、鉄塔はい刻みます。はい、3番 ?4 番 ?5 番 ?5 番です。5番アかっこいい。なんだろう、ほんとかっこいいわ。よいしょ。やっぱ身長って武器になります。クラブ長いのをなんかアイアンとか縦に入れられるのは有利かもしれないですけど、やっぱその大きいからなんかそこを自分をコントロールするのは結構難しいかなとは思います。そうだよね。まあ、いろんなトーナメントコースに行かれてるじゃないですか、はい、で普段その回ってるコースとトーナメントコース、まあ、トーナメント前のセッティングって結構変わるじゃないですか、はい、普段回ってるコースとトーナメントコースのなんか違いって何だと思いますか。違い、うん、やっぱラフの長さだったり、あのグリーンの硬さだったり、はい、ですね。グリーンの硬さは結構全然違くなりますね。試合が進むにつれてどんどん硬く早くセッティングしてくるので止めづらくなってきますし、上からのパットは難しい。手前から、うん、なるほどね。でも確かに試合って、私もこの間トーナメントコースに行った時にすごい硬くて、普段の番手で打っちゃうとグリーンオンしちゃうともう奥のラフとか落ちちゃうこととか結構あって、いいスコアで回られてましたよね、はい、見ました。失礼しました。でもレディースですけどね。レディースすごいからやってたんですけど、でもなんか本当に試合会場って全然違うなって思いました。うん、あとなんか雰囲気出ますよね、急にゴルフ場も。なんかなんて言うんだろう、もさくないですね、うん、なんかシュッとしてますよね。シュッとしますね急に試合前になるとあれここいつも何回か来たことあるけど試合の顔っていうか試合の芝の顔してるというか。だからここももうあと何日か1ヶ月かけて。そうですね、もう全然違くなっちゃいますね。全然違う雰囲気になりますよね、うん、多分今回ってるのの何倍もかっこよく難しく仕上げてくるんじゃないかなと
思います。確かに毎日ヘアメイクさんにこうやってやられてるのと同じですもんね。あ、そうですよね。毎日芝刈り機で潔く刻む。あ、緩んだ、手が緩んだよ。もうちょっといってよかった。いいよね、トーナメント会場は、本当にいいなと思う。なんか自分のゴルフもね、なんかそれなりにピリッとしなきゃって思っちゃう。こんな機会でこの状態で回れることないからなとか思って大好きだから言えることだと思います、ゴルフを一打一打本当に大事にしたくなるもん、トーナメント前とかセッティングとか聞くと。ボン、あーダメだ、ちょっと引っかかってる。やだやだ、おー、うまくキックした。念が通じた。試合でもそんなテンポよく打つんですか？そうですね、なんかすごいテンポいいですよ。いいですか、ちゃちゃちゃって感じ、ちゃちゃちゃって感じ、わかめちゃっぽーみたいな。わかんないからですよね。うわびっくりした今もうすごいびっくりしてたよ今すごいびっくりしてた、私声にびっくりしちゃったもん、みたいな。なんか鳥いるなって思ってたけど、え、見えてなかったです私。ご視聴いただきありがとうございました。ミズノオープンが5月24日から27日までザ・ロイヤルゴルフクラブで開催されます。前売り券の入手方法は概要欄とコメント欄から皆さんチェックしてください。私も当日応援に行きます。皆さん YouTube のチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。ではバイバーイ。